うざ。どうも、半分太です。やる気なさげの半分太です。あ、メガネ拭きます。さっきね、あやたかぽちゃん事件がありまして、メガネにあやたかのね、あやたかの一部の一滴がね、ついてしまい、本当に申し訳ございませんでした。バン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 バババーバーババ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 バン、夢見るぜ、叶えるぜ、ドキドキすんぜベイベーって、俺ね、自分が歌うじゃないですか。それをね、見返すと結構恥ずかしいもんでね。だからあんまり歌わないようにしちゃうけど、歌ってるこの瞬間は楽しいんですよ。まあ、瞬間って言うとなんかお前カッコつけてんのって思っちゃうけど、まあ、この瞬間、そのね、歌ってる今はすごい楽しいんですよ。でもね、よくよく見返すとね、うわ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 ってね、それなんつうんだろうな、楽しみの、これなんつうんだろう、まあ、このね、スコップ掘り、そして山爪みたいなね、言うとね、だから、未来にちょっとうわって恥ずかしいってなっちゃうけども、今楽しくなるみたいな。だから、まあこれ、メーターが土だとするじゃないですか。こう標準時土で、ちょっとポコってなると悲しいとか、負の感情っていうか、うわみたいななんですけど、上に持っていく山ができたり、こうね、枝みたいなのがこうプスンって出すと楽しいみたいな、になると考えてください。考えたときに、まあこっちを未来。いや、動画だと逆なのか。あ、もうほんとうぜえな、動画。まあいいや。じゃあ、どっちもでやってきます。2回説明しなすね。しなすねって、なすねって。川原さんみたいのなすになっちゃったね。こっちを未来として、こっちを過去としたときに、過去を楽しいのは、楽しくするために、未来の土を掘って、こうやってって、ここ、負の感情の負の種類恥ずかしいなんですけど、まあ、山を建てて楽しいと、歌ってるときはね、歌ってるから楽しいですね。2回目いきます。こっちを未来として、こっちを過去にしたときに、まあ過去、まあ過去になってしまうんですが、動画を見ているときが未来なんですよ。未来なんだけど今なんですよ。で、今の、過去の今を楽しむために、山を作りたいんですよ。楽しみメーターの、基準っていうか、それを一瞬にバシンって開けたいんで、その山をこっちから、未来に恥ずかしみの負の感情、まあ恥ずかしいっていうのは正常な感情だから、負っていうのが、まあ正常の負もなんか、すごいなんかかしこまった、なんか気持ち悪いやつみたいになっちゃってます。すいません。気持ち悪くてすいません。こう、寿司スコップこうやって、寿司じゃない、スコップこうやってガシャンって土やってこうやるんで、楽しいんですよね、歌ってる瞬間。でもこここうなっちゃうことによってへこんでるってことは、まあ恥ずかしいって思って、ちょっといい感情ではないなっていうやつです。いや、これがやりたかった。2回目までふざけてやる。いやね、ちょっとすいませんね、鼻くそついてないんですけど、鼻くそがね、取れない。ちょっとね、これで鼻くそもじる。あ、なんかすごいやわな小ゆり、やわなさゆり、なんだこれ、やわな小よりだ。すごい面白いな、俺。自分で言っちゃってね。自分で言っちゃうことで、あ、鼻くそついてますね。おん、鼻水。すごい不快だよね。不快だし、わざとやってるからもうより不快ですよね。ピスタチオみたいにすな。こうやれ。ですよね。って、あ、でも首も汚いから、甘水。もう俺もうこうやって生きていきたい。嘘でしょ。全然ね。髪の毛ほんと邪魔だな。あーもう。いやー、カールにしよう。あとで提案しよう。お母さんに。お母さん、母、マザーに相談しよう。いよって言って、一緒にどこかへ買いに行こう。その例の物。例の物って何？これって。なんでこれ？なんでこれ？おばあちゃんがよくこうやってつけてるじゃん。ピンクのカール。ねえ、あの色黒とかにしてほしいよな、男用にね。まあ、それを買いに行きたい。普通に、だから、こう、カールにしたいんですよ、前髪を。最高じゃないか、サザエさん、サザエさん、こうやってね。ここの髪の毛少ないってね。まあ、そんだけ。まあ、僕の印象はこれ、家石田高文さんの最後のやつなんですけど、俺、家石田高文さんやっぱ好きじゃないですよ。なんかね、やっぱりね、俺、プラスな方向に、人生を送っていきたいんで、マイナスな人たち見るのやめたんですよ。柴田さんとか、頼人さんとか、家石田高文さんとかね。この人たちマイナスですから。なんでかって、やっぱ人のことディスってるからね。
やっぱさ、俺がいい方向に行きたいんで、まあ、この人ディスるわけじゃん。家中田匠さんやべえかな、ツイッター見たらさ、ヒカキンさんのことディスってて、やっぱルイは友を呼ぶじゃないけど、ヒカキンさんのことめちゃくちゃディスってるってやつってさ、やっぱヒカキンさんのことめちゃくちゃディスりたいやつが寄ってくんだなっていうので、ちょっとそのツイートをね、今から読み上げていきたいと思います。これがね、発掘されたら、家中田匠さんに将来いじられるでしょう。でもいじられるくらい人気になりたいよね。家石田になっちゃった、家石田。本当におかしいやつだな。なんかもう、家石田ファミリーってなんだ、噛んじゃった、噛んじゃった、トンジット、トンジット、トンジット、バイダバラで。最近ちょくちょく文人をいじめるなっていう見当違いのコメントが来るけど、そんなことコメント書いてるガキが加山里香みたいに頻繁にデモ活動をやってそうだな。いいですね、その変換、あ、偏見ね、変化ってやばいな。リヴァイ兵長の椅子なんてあんの、全然知らないけど欲しくなっちゃうな、欲しくなっちゃうな、欲しくなっちゃうんだな。いや、ふざけんなよ。なんでそんな頻繁にツイートしてんだよ。俺が見たとき、久しぶりに復活したから、全然ツイートしてなかったのに。くっそ、なんで急にもうツイートしやがってんだよ。家石田匠様。もうやめてくれよ、それはないって、もう、もうやだ。あ、これだこれ。1月3日。あ、これだこれだ。あ、いや、まだツイート見つかってないけど、明らかにね、すごい休んでる時期があるんですよ。あれ、どこだよ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、分かんない。ちょっと待って、あの、レッドゼッペリンのあれ歌ってんじゃん。あれってなんだよ。今ってまだいろんなとこで売名コメント書いてるトップ YouTuber っているのかな。で、峰島社長の画像を使ってるよ。ねえ、僕は人間じゃないんだ。え、ないんですけど。あれ、ないな。ヒカキンさんディズってるやつねえな。なんでだよ。くそー、マジでふざけんなよ。なんで、消したのかな。いや、消すわけないな、家石田さんがそんなんで。あ、消したのかな。いや、消してないよな。絶対消さない。そんな人じゃないもん。これ、まあ、何の動画なんだろうね。あれれ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 れ、あった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 。タクシーさんの運転手が一言も喋らなかったらそれを愚痴るなんて、分け合って喋れない方かもなのに、炎上要素ありあり。へりくつすぎだよなこれな。
ほら、もうこういうこと言うもん。まあ俺は言うけど、こういうの嫌だよね。あんま見たくない側面だよね。まあそういう意見もあるんかって言ってプラスに受け取ればいいけど、そう、すげえ深いだよな。なんか俺もうヒカキン信者だ。ヒカキンさん、ヒカキン信者っても絶対ヒカキン信者じゃない。ヒカキン様が本当に、ねえ、まあそういう訳ありの人もいるんだよって、まあ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 知識がないっていうのはそういうことなんで、そういうこともあるんだなって、まあ、それが考えられる芸術さんもすごいですけどねって皮肉言ってやりたいけど、怖いんだよあの人。全然何してくるかわかんないもん。ここで愚痴ってたらもう、ね、いじってもくれないかもしれない。いじってほしい。俺が有名になった時、家石田さんに。うん。いじってくれなかったらもう、ふざけんな、この動画何の言ったら俺だってなっちゃうじゃん、本当に。でもね、まあ、なんつうんだろう。まあ、それすごいよね。脇やりの人も多いのにってさ。その発想ができるってすごいよね。炎上優勝ありやりだってよ、お前よ。目の他あったらって切れて、この動画誰も見つけないでくれ、お願いっていうね。いやー、本当に。いやー、もう炎上怖いよ。いやでもそうじゃない。なんかそんなしてでもね、ぶっちゃけこれは2つの側面があってって、ね、ちょっと解説して、なるべくそのね、炎上の要素をなくしていく。ここに、なんだこれもう、適当すぎるの許してにゃんじゃん。もうね、許してにゃんをね、指、手のここでアピール、表現する男。まあね、許して。ちょっと喋りすぎて心臓が痛いんですよね。北斗七星がうずく。あれ何でしたっけ、北斗の剣の剣士郎がここになんか7つの傷があってんだっけ、7つの死眼を受けたみたいな。まあね。まあそれってなんだろうって思っちゃうけどね。炎上ユースありありだって、そういう訳ありの人もいるんだって思って。あ、ヒカキンザルとか出ちゃう。じゃあそのコメントを探してみます。田舎に自慢してるやつ何？喋んないくらいは別にいいと思うけど、まあ金額言わないさすがに非常識だと思うな。でも都会はいいね、手を挙げればタクシーって呼ばれるし、田舎電話して呼ばなきゃ聞こないから、なんだその都会自慢よ。キモいな。なんでここ絶対入れねえだろ、いらねえだろ。あ、親帰ってきちゃった。なんでね、親帰ってきたんだよ、やめる手が。もしこれ家下さんにこれバレたらな、ここだけ切り取られんじゃん。もう親来たらやめちゃうんだみたいな、なんかそういうのでやね、もううんちぶりぶりということでね、小学生今笑ってくれたかな。まあええわ、ペラペラペラって。